はい、皆さんこんにちは、マンダリングルーシーです。では今回は信長の予防大使大使両乱石の三成プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、豊臣秀吉をついに滅ぼして、紀内一円ほぼほぼ手中に収めたというところになるんですが、唯一ちょっとね、足利将軍家がまだ健在ということで、足利義輝がまだ京に入ってますんで、今回はですね、まずはこの足利将軍家を滅ぼしてしまって、その後ですね、対上杉、対北条、あるいは対長宗我部というところをね、練っていきたいと思います。ですのでまずは今回は最初にですね、手切れをしちゃいましょう。ついに足利将軍家と手切れですね。でその上でちょっとね、お金が全くないという状態になってるんで、少し兵糧を売っておきましょう。で多分ね、秀吉がものすごい勢いで歩兵をかけていたんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、めちゃくちゃな歩兵になってるところがないかというのを確認していきましょう。おそらく結構な感じで雇っているんじゃないかなと思うんで、お金がね全然足りてないんで、承知した。そのあたりはちょっとねコントロールを加えていきましょう。まあ少なくともマイナスにならないようにはしておきたいんで、多少兵糧収入が減ったとしてもですね、ここはしっかりしっかりお金の管理をしていかないと財政赤字が進んでしまうんで、まあつどつど兵糧を売っ払っていくというのでもいいんですけど、まあ、やっぱりね、兵糧は兵糧で蓄えておきたいというのもあるし、つどつどやるのも面倒だというのもあるんで、できれば財政的に大赤字にならないような状態は常に維持しておきたいんですよね。ってなると足軽の雇用をちょっと減らしましょうというのが多分一番手っ取り早いお金の収支の改善につながるポイントになるかなと思いますので、やっておきましょうね。まずはこんなところでいいかな。まだマイナスですけどね、そのあたりは証券進出等々で補ってもらいましょう。でだ、すっかり忘れてましたけど、足利将軍家に対して宣戦布告していきます。まあ、倒幕ですね、いわゆる倒幕。義の戦で世を生み出す者、我が義の刃を持って成敗せん。足利家に助力か。となるとちょっと心配になるのが対上杉戦だな。まあ、ただそれも問題にはならんでしょう。伊賀上野城に信長率いる4万これを進行。さらに別ルートからは御所に柴田勝家率いる3万進むぞ。さらに戸内城には馬場信春率いる2万、前進せよ。まあ、総勢約10万の軍勢で一気に倒幕を成し得ましょうか。一人たりとも逃すな。先月の収支だ。表情を始めましょう。まあ、将軍家といってもね、将軍家一体ではもう何もする力はない。この石田軍の圧倒的な力の前にはというところにはなりますからね。刀狩りか。刀狩りはちょっとやっとく。せっかくなんでね、刀狩りを早速断行しましょう。刀狩り、
問題はね、将軍家の本体と勝家軍がぶつかるっていうのは避けたいんだよな。できれば信長と、そう、この構図、義輝軍と信長軍をぶつけたいんですよね。これであれば十分に勝機があるんで。ただ敵もそうそうたるメンバーだな。まあ、雷電、久秀、賢女、優斎、柳生十兵衛とかもいますね。で、味方は左近、正豊、高虎、義清、長政。まあ、この辺りまでですかね。まあ、軍勢の数でははるかにこちらが有利なので、ちょっと戦場を見渡すと、戦場はどうだ？これを見る限りだと、おそらく平地での戦いになりますね。ともなれば、全軍突撃で敵を粉砕しましょう。まあ、足利義輝はね、13代将軍であってますよね。13代将軍で、かなり剣術には優れていた将軍だったらしいんですけども、まあ、最終的にはというかね、まあ、室町幕府自体の衰退とともに、三好三人衆、あとは松永久秀の謀略にかかって暗殺されたと言われてますけど、その義輝、前作の創造、信長の野望創造だとね、奥義一戦がものすごい強力だったんですよね。前作ちょっとね、今小早川秀明のプレーまだ続きやってる途中ではあるんですけども、ちょっとね更新の頻度が遅くて申し訳ないんですけど、戦国立志伝、創造と戦国立志伝では奥義一戦放たれるとかなりの高確率で部隊が混乱して壊滅するっていうね、なかなか厳しい状況に一気に追いやられるっていう、その殿下の宝刀ともいえる奥義一戦を持っていた数少ない武将がその足利義輝だったんですけど、この大使ではね、まあ攻撃力が上がるよう程度になってますね。奥義一戦は今出ましたけど、ちょうど奥義一戦が、さあ戦局はどうなってる？なんか思ったほどこちらが有利には進んでなさそうだけど、でまあその13代足利が義輝が撃たれた後はね、ご存知の通り義明が台頭してきて、義明は最初越前の朝倉の元に身を寄せていたらしいんですけども、その朝倉義景が全然上洛しようとしないんで、一説によると明智光秀を介して信長を頼ったと。で信長は即座に上洛軍を挙げて、まあ、近江を通って京へ侵攻したというところになりますよね。でさらにその後はね、信長と義明が不仲になって信長が義明を追放するというのをもって、最終的には室町幕府は完全についえるというところになるんですけども、ここはね史実ではないところにはなるんですけど、もうこのストーリー自体がめちゃくちゃなんで、それはそれとしてですね、くしくも信長が室町幕府を滅ぼすっていう構図は同じになりそうですね。始めるぞ。逃げないのなら仕方ありませんね。足利将軍家の城は確か5つぐらいしかなかったはずなので、もう一回合戦できるかどうかちょっと微妙かなっていうところにはなりそうな気はしますので、ここで一気に叩き潰しておけば場合によっては1回で済むかもしれないんで、それはそれでねすごく楽になるんで、できればそういう形にしちゃいたい。始めるぞ。この策で勝利をつかむ。突き崩せ。引っかかったな。敵を制すは我が軍略よ。なかなか頑張るね、義輝軍も。まだまだ。浅はかな
こちらが一枚上手のようですね。あなた、やってやるぜ。敵は別動隊でこちらの陣を奪いに来てたんだな。行け。それはそれで面倒くさいことしてくれるな。始めるぞ。この戦、これで終わらせる。仏罰敵面、仏の怒りを恐れなさい。放て。ここは味方の部隊も回想するぞ。ウコンを撃破したとはいえ、ここは剣女の部隊を信長の本体で追撃しましょう。始めよ。この策、勝利をつかむ。正豊もしっかり騎馬突撃をしてもらって、義時終わりにて小笠原隊は用心で引き上げたいけど、多分間に合わずに回想するでしょう。ヨシテルがね、完全に戦場から離れたところで戦ってるというか、こちらの陣を潰しに来てるだけなんで、ヨシテルを追撃するのはちょっと面倒くさいんですよね。解消したか。まあこれはしょうがないというか、予定通りというか、予想通りというか、まあそういったところかな。我が策、ご覧ください。ちょっと騎馬突撃がいまいち機能しない可能性のある森林のところに入っちゃってるのがもったいないかな。内藤正豊がね、松永久秀が入ってるな。松永久秀叩いておきたいな。こちらは小笠原隊に続いて内藤隊も改装する可能性があるな。このままいくと、この一撃全てをかける。お聞きくだされ。我が策、これに。剣女をまあ配送させるとしてだ、まだまだ粘りそうだな。やっぱり敵の大将、まあ、ここで言う信長であり義輝でありっていったところを回想させるのが一番効果的面なんですよね。やりたい。まずは剣女を回想させたんで、これを機に一気に。引くぞ。ダメか、味方も回想する。敵も味方も回想を交互にしてるんで、繊維ゲージがぐぐぐっと傾かない感じになっちゃってるんですよね今は。そうするとここはもう松永久秀を回想させよう。次はそうすれば一時的に戦場で戦っている部隊数はこちらが圧倒的に多くなるので、その隙にねもう1体2体と敵を削れば勝負はつくかな。まあ、その間にね、義清が回想か。これがあるとね続かないんだよな、目論みがね。さあ泥試合の様相になってきたぞ。そんなに強いとも思えないんだけどな。どうする。ヨシテルを狙うはないよな。ここに来てヨシテル狙いはないんで、あくまでも敵の戦意を削るっていう方向にシフトしていきましょう。かわしてみせよ。今は引こう。この戦、これからぞ。東堂高虎もこれは回想するな。この策、まあ、信長はまだまだ戦えるけどね、信長も囲まれると厳しい戦いになっちゃうんで、なんとかねそうならないように早々に戦線に復帰してきてもらいたいんですけどね、回想した部隊たちも。あるのみ。今ぞ放て。よし、まずは六角隊を完全に撤退に追い込んだんで、続いてどの部隊を追い込んでいくかだな。松永久秀隊にする。長政が戦線復帰、正豊も戦線復帰したが、
誰を狙っていくか。野球十兵衛が一番早いかな。次消えるとしたら。行け。長政は朝倉隊と共同で当たってもらいましょう。哀れな弱き者に死をもって報い、借りは返すことにしているんです。剣女が戦線復帰か。厄介なところで戦線復帰してくるな。あなた吉木尾も戦線復帰。吉木尾も野球十兵衛狙いに切り替えよう。始めます。始めよ。ロブソン、お聞きくだされ。ロブソン、お聞きくだされ。もう一押しっていうところまでは来てるんで、ここは一気に押し切りたいところにはなりますね。敵の居所知れました。やりたい前へ。仏罰敵面。野球十兵衛を改装させれば決まる。やりたい前へ。策のある者がいるとのこと。これで決まりましたね。いやー、ちょっと思ったより将軍家強かったな。やっぱり剣女雷廉、さらには松永久秀ですね。武将の質で言うと、まあ引けを取らないというか、むしろ強いとすら言えますよね。まあ、信長、左近、政豊、高太郎、吉木を長政っていうね、そうそうたるメンバーこちらも揃えてはいますけど、あれまだ押し切れてなかった。大丈夫か。もうあと1ミリぐらいなんだけど。どうしてる間に味方が改装したりするとまた戦局が膠着状態に入るので、それは避けたいんで押し切りましょう。よし、ここはまあ目論見通りって言っていいですかね。勝利しましたんで、この後ですよね。足利軍がどれくらい再起を図ってくるか。そしたら伊賀上野城は力攻めに、で勝家も御所を焼き討ちしましょう。で戸内城はまだ軍が集結中だね。受け入れよ。信長が伊賀上野は取ったんで、伊賀上野からさらに信長の本体を進めていきましょう。浅宮まで進めますか。行くぞ。出陣する。ここには義輝が入ってるんだな。朝宮に義輝が入っていて、勝家が御所を落として牧島を攻める形になりますね。この城もらい受ける。よし、御所は取った。この後は御所に信長を移しましょう。参る。牧島には後に続け。雷連が入ってるんだな。まあ、雷連といってももう兵は入って残ってないんで、よし、さっきの戦いで壊滅させたのが大きかったかな。これは足利軍はもう再起はできないでしょう。報告いたす。先月の収支。これで機内が完全に取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。間違って買っちゃいました。ありがとうございました。勝家も牧島を強攻で、朝宮を信長が強攻で、馬場の大春が戸内城を強攻。これで将軍家滅びます。俺かごめ。ここは上田上杉に味方しとく。まあ少なくともね、政宗とはまだ国境を接してませんからね。受け入れよ。信長が武士朝宮城を落としましたね。片付けない。さあ、これでじゃあ信長は
騎乗しましょう。戻るぞ。赤子の手を切れるような。後打ち城は馬場信春が落としたと。おお、矢宮兵庫之助が捕まってますね。武勇84。さあ残るは牧島ただ一つになりました。では馬場信春部隊は開兵して返しましょう一度ね。で牧島城は勝家が最後に落とすというところになります。 いい感じですね。将軍家を滅ぼしたので、さあ将軍家の方ですけどどうです。いや統率でいうとやっぱライレン強いですよね。ライレン、あとは松永久秀、まあ松永久秀もね、もう文句なしの強さですね。あとは剣陵、あと小西浮永とかも入ってますね。内政90で、あとは足利義輝ですね。あと雄斎も強いですよね。これ万能ですよね雄斎。あとは出雲の奥にとかが入ってるんだ。その他で言うと、ああ玄仁とかいますね。玄仁、玄仁はね一騎の大将としてね活躍した武将ですよね。あとは細川忠興、ちょっとね切れやすかったらしいですね細川忠興は。あとは高山右近、そんなところかな。あとは柳生十兵衛ですね。柳生十兵衛、武勇はさすがに高いですね。外政内政あたりはちょっと低いかなっていうあたりに設定されている感じです。ああ石州祭とかもいますね。石州祭、柳生石州祭、あとは筒井純慶、まあ、筒井純慶はね有名なところで言うと本能寺の変で信長が撃たれた後秀吉が中国から大返ししてくるんですけど、そこでね秀吉につくか光秀につくかっていうところで、光秀に一度つくかなっていうところで洞の峠まで軍を進めたんですが、そこで軍を引き返して結局生還したと。最終的には秀吉について領国を安堵されたっていうのが、純慶ですね。義明は外政値が高いな。外政っていうのはね何とかお話してると思うんですけど、この大使から新しく設けられている、まあ、いわゆる外交系のパラメータになってますね。あとは天海もいますというところで全員召し抱えましょう。これでざっと見てどうですか。日本の、まあ、3分の1ぐらいは収めたかなっていうところですね。まあ、ただそうは言ってもやっぱり、長宗我部大きいですね。あとまあ北陸関東東北に関しては小競り合いが続いてたせいか、そこまで大勢力化していないんで、まあ、割と戦いやすそうかなっていう印象。やっぱり危険なのが、これを見ても分かる通り、長宗我部かな。次は長宗我部を叩きますか。っていうところですかね。はい。というわけで、ちょっと今回はね、足利将軍家あっさり倒しましたんで、少し短めにはなるんですけども、一旦ここで終わりにしたいと思います。ちょっと旅行の話をする間もなく、終わってしまいましたんで、旅行の話、対シンガポールの話はまた次回ね、対長宗我部戦になると思うんですが、その中で、お話をしていければいいかなというふうに思ってますんで、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。